はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。本日も激坂 TV やっていきたいと思います。本日は、ゲストに激坂編集長の西山さん、そして、激坂記者の竹内さん、お呼びさせていただきました。本日よろしくお願いします。お願いします。で、今回ですね、カタールワールドカップ、日本代表メンバー予想を、お二人にちょっとやっていただきたいなと思いまして、お呼びさせていただきました。竹内がね、担当なんで竹内が予想します。あ、なんか重いんですけどでもお二人は実際カタール行かれて、そうですね、日本代表取材するってますもんね、はい、っていうところで、で普段竹内さんはもう日本代表取材されてるところで、ズバリ当てると言ってるんで、それでも言っちゃって26人外すわけがないめちゃくちゃハードル、プレッシャー半端なやばい、クビにならないと思いますというわけで、まずじゃあもう視聴者の皆さんにちょっと26名の予想をちょっと見ていただきたい。竹内ですね、竹内さんの予想ということで、はい、はい、それがこちらになります。はい、パッと見の印象としてはこう、お、狙いにいってるなというか硬い感じだなみたいな思ったんですけど、いかがですか、それは。いやいや、お気に入ってないですよ。お気に入ってないですか。結構こう勝負のポイントはいくつかこう入れてあるんで、あ、ありますか。はい、ここはこう、なんで選ばれたのかっていうのを説明したいなっていうところをいくつか入れてあるんで、はい、分かりました。そこも深掘りしていきたいと思います、はいはい、これ考えるときは、はい、フォーメーションはどういう前提で考えたの。フォーメーションはそのすごい難しいんですけど、ドイツ、この前のドイツ遠征では 4-2-3-1 やったじゃないですか。で、その 4-2-3-1 を、まあ、本大会でもやるんだなと思いつつ、ただ 4-3-3 の線も捨てられない、さらに3バック、最終、終盤にアメリカ戦、エクアドル戦と3バックのテストしたんで、まあ、3バックのとこにもこうそれぞれ入れられるんじゃないかみたいなことも考えつつちょっと編成しました、ね。まあ、いろんなフォーメーションに対応できる26人ってことですね。そうですね、もう本当こうシステム1個でいかないと思うんで、うん、まあ、今回23人から26人にそもそも登録人数が増えてるんで、はい、今回のワールドカップは、はい、まあ、そういう意味では結構そういう、こういろんなシステムに対応するとか、いろんなこうオプションを作りやすい人数に、はい、今までの大会よりはよりなってるんで、はい、結構監督もそういう意味では23人よりは考えやすいというか決めやすい部分はあるのかなと思いますけどね。僕前回言ってないからあれなんですけど、その23人とやっぱり各ポジション1人2人プラスキーパーみたいな感覚になるんですかね。なる、基本はやっぱりそうなる。フィールドプレイヤーが10人、レギュラー10人なんで、それの控えで20人プラスキーパー3人っていうのが基本的な形ではある。ただそこを例えば両サイドバックできる、こう駒野選手とかね、昔で言ったら、そういう選手がいたりするとサイドバック1人削るとかも、その代わり前線を増やすか、大体ね2人ずつなんだけど、どっか削ってフォワードがやっぱり多いっていうのが今までの23人のパターン。あ、パターンなんですね。均等ではないっていう。あ、そういうことですね。ポジション別でキーパーは迷わずこの3人だった。まあ、強いて言えばその谷大迫をどうやって組み込めるかっていうのをちょっと考えてはみました、うん、ただその今現状権田シュミットがまだそのポジション争いを繰り広げている最中なので、そこをこう削るのは難しい。でやっぱり川島選手はそのチームのこう統率するみたいな、そのベンチワーク的な部分にも結構こう影響力が強い選手、うん、それはどういうとこかっていうと、例えば練習中ってやっぱりサブ組の選手がそのトレーニングすることが多くて、やっぱちょっとこうモチベーションが落ちたりとかするときに、そのシュート練習の時のキーパーの立場から今ちょっと、うん、最後までやれよみたいなことを結構言ったりとかするシーンがすごいあるんで、やっぱそういうところの影響力は外せないかなっていうのもあって、こうこの3人になるんじゃないかなっていう気がしてます。そうだね、編集長もそこはそうだね、ベテランの力っていうのはやっぱり大きい大会になると、うん、はい、まあ、大事なのかなとはやっぱり思いますね。各ポジションにそれは言えるのかなって、
ディフェンスであれば長友選手だったり、中盤でも原口選手、柴崎選手、まあ、前線なら大迫選手とかもね入ってるけど、はい、やっぱりワールドカップを経験してるかしてないかっていうのは大会が始まった時にいろんな違いが出てくると思うので、ね、まあ川島選手は行くでしょう、多分ディフェンスちょっと迷わなかった。ディフェンスは一番あのこれ心情的に削るのが一番辛かったのはここです。誰を削った感じ。山根選手、まあもう本当ワールドカップ予選の立役者というか、酒井宏樹いない、富安武尊いない、サイドバック本当に危機だぞっていうところで、もう本当チームを救ったこう立役者の一人、大きな役割を占めた選手なんで、そのここを削るのはっていうのはやっぱりありました。これは多分なんで、まあ、酒井宏樹選手が右サイドバックでいて、はい、富安選手もできるよねっていう、まあ、長友選手もできるよねっていう意味でのこう、うん、じゃあ山田選手はっていう感じでなってて、まあ、僕もこう考えてて、まあ、迷ったのは、はい、やっぱ山根選手を入れるか、はい、伊藤選手を入れるか、そこの、まあ、どっちかなのかなとはちょっと、左も左でこれ中山雄太がいて長友がいて、はい、もう2人いて、うん、さらに伊藤選手、まあ、もちろん伊藤選手はセンターバックもできるんだけど、はい、まあ、センターバックはセンターバックでいるしっていうのがあるから、はい、ちょっと過剰な感じがして、はい、26人とはいえ、うん、山根選手も入れて伊藤選手も入れてってなると、うん、まあちょっとどっちかしか選べないのかなとはちょっと同じように思いました。もちろん板倉選手のコンディションがいいっていう前提で、これ今怪我している選手もちょっと入ってるんで、そうですね。まあ板倉選手はそのボルシア・グラトバッハからはそのワールドカップ前の公式戦には出られないんじゃないかっていう公式発表がもう出てるんで、あ、そうなんですね。いずれにせよぶっつけになっちゃうかなっていう気はします。ああ、そこはじゃあ結構大胆な決断がいるって感じですね、うん、森保さん的には。まあ、入念にこうコミュニケーションはもちろんメディカルとは取ってるでしょうけど、そこが試されるかなっていう気がします。まあ、過去の大会見ても結構ぶっつけ本番になる選手っていうのは毎回誰かしらいて、やっぱりこうクラブで怪我をしてて、でもやっぱりこう今までの実績だったり経験があって、そこはもう怪我さえ治って試合に出れるのであればギリギリまで待つっていう判断をすることは結構あるんで、やっぱワールドカップとなると、まあ、板倉選手はもう 100% 無理だよっていうことじゃない限りはギリギリまで粘ってメンバーには入れてくるんじゃないかなと思いますね。次はじゃあ中盤ですかね。中盤フォワード、まあ一緒ですけど、はい、ここはなんだろうな、迷ったポイントはありますか。迷ったポイントというか、そのやっぱりここはもう本当にシステムとの兼ね合いがすごく大きくなるというか、うん、まあ、ディフェンダーは基本4バックで考えるっていうのは多分みんな一緒だとは思うんですけど、ミッドフィルダーとフォワードに関してはやっぱり 4-3-3 になるか 4-2-3-1 になるかで欲しい選手が全然変わってくるっていうのと、あとその3バックにした時も結構こう役割の配置を考えなきゃいけなくなってくるっていうのが結構ポイントになってて、で僕がそういうところの枠を意識して入れたのは相馬選手ですね。まあ、なんで入れたかっていうと、そのやっぱ森保ジャパンのサイドハーフウイングで 4-2-3-1 にしても 4-3-3 にしてもやっぱりウインガータイプのドリブルで前進できる選手じゃないと厳しいんじゃないかなっていうのがありつつ、はい、もう一個ウイングバックをやるっていう時にことを考えた時に、はい、まあ、守備でも計算ができるバックアッパーって結構大事なんじゃないかなと思ってて、そういう意味で、まあ、名古屋でもウイングバックやってるし、はい、その本人も意識的に守備の強化であったりとか、うん、そういう、こうやられないところを世界基準で意識してた相馬選手っていうのが結構いいある選択なんじゃないかなっていう気がしてます。この面26人の中では、はい、多分相馬選手が一番、まあ、
新鮮というかね、はい、あ、そういう人選するんだって思った人が多いかもしれないですね。多分迷う、僕もこう考えてやっぱ相馬選手入れるか入れないかで結構迷うところで、うん、攻撃の選手だと古橋選手とか、はい、上田綺世選手とかがこの26人入ってなくて、まあ、旗手選手とかもそうだけど、そこら辺ではなく相馬選手を入れたっていうのが、はい、この26人の中ではポイントの一つかもしれないですね。旗手選手じゃなくて相馬選手って言っても、あのそのドイツの2連戦でしっかり試合に出てて使われたっていうところが結構でかいみたいな感じなんですかね。正直旗手選手においては、はい、なんかこうこのまさにおっしゃる通り、この代表で使われなかったから、はい、うん、ドイツ遠征で使われなかったから入れてないっていう、もうそれだけですね、うん、なんか能力的なものとか433とか4231のこう先ほどおっしゃったそのユーティリティっていうところで言うと、あまりこう超える存在のいない選手なんで旗手選手の方が、うん、だから、まあ、433のインサイドハーフ、はい、4231なら多分中盤3枚どこでもできるし、どこでもこう攻撃を前進させることができる選手っていうので、練習でも見ててももううまいっす、とにかくうまい。あの7対7とかってよくやるんですけど、サブ組でもうフォーメーションがぐっちゃぐっちゃになるんですよ。そういう時ってマンツーマンでやるんで、でももうどこに入ってもボール動かせるし、だからいやこの選手が使われないのかっていうのは正直僕も結構なんか見てて辛い部分の方が大きかったです、うん。まあ、ドイツ遠征でいうと、まあ、ちょっと不安視されたのは南野選手とか柴崎選手とかだけど、うん、そのあたりはとはいえワールドカップにはとはいえですね、うん。まあ、南野選手に関してはちょっと、まあ、その新天地であまり結果が出せてないのがすごく重く見られてるとは思うんですけど、まあ、モナコって本当にこう前線にこう個のある選手が並んでて、でなかなかその中で結果を出していくのってすごく大変なチームだなっていうのは試合見ながら感じてるんで、そこはなんとかこう代表ではみんなが南野選手のことを評価してて、こういう役割だっていうのは分かってて、でドイツ遠征でもやっぱり苦しい時間帯にこのいや4人前に立ってるけどこれどうやってボールキープするかなっていう場面で右に流れてこううまくこう攻撃につなげたりとか、こうチームがなんかうまくいってないなっていう時でもこうきちんとこうなんか形にする軸になってくれる選手なんで、やっぱり外せないかなっていう気がしますね、うん。まあ本当南野選手は、はい、どういう役割を、まあ、メンバーには入ると僕も思うんですけど、はい、本当に26人の中でどういう役割を果たしていくのかなっていうのはちょっと注目したいですね、うん。やっぱり4231であればトップ下では、はい、多分今現状であれば鎌田選手の方がコンディションも良さそうだし、はい、アピールもできたので、うん、鎌田選手がおそらく優先されるし、はい、じゃあ433で左サイドってなると、うん、ライバルはまたいっぱいいるしっていうところで、はい、仮にベンチスタートになったとして、はい、じゃあそこからどういう役割を彼が果たせるのかっていうのは大事になってくるのかなと思いますね。朝木選手は本当にこう433だとひょっとしたら僕厳しいんじゃないかな、旗手選手入ってくるんじゃないかなって思うようなぐらいで結構選んだんですけど正直、うん、っていうのもそのやっぱり433のアンカーのポジションではちょっと難しい部分があるな、その潰すっていうところで難しい。ただそのインサイドハーフだとやっぱこう周囲の選手と本当にこうハイスピードで絡んでいくっていうところでこうなかなか連携面がうまくいかない場面も結構あったので難しいなと思ってたんですが、4231になってからやっぱりまあダブルボランチ そのバックアップは4人っていうことを考えたときに、じゃあこの4人を崩せる選手をどこに見出していくかって考えるとすごく難しかった。で一方そのじゃあ柴崎選手にこのダブルボランチの中で何を求めるかっていうと、1本があるのはやっぱ柴崎選手かなっていう気がするんですよ、ここぞの1本、うん、
で前線に速い選手が並んでる中でここぞの1本が出せて経験があってで、まあ、チームのこともよく見ててで、まあ、そういう総合的に判断すると結構欠かせない選手なんじゃないかなっていうのを考えました。まあ、さっきの川島選手の話じゃないけど、はい、やっぱベテランでありワールドカップをこう経験してるっていう力はね、うん、生きてくると思うので、大きいです。まあ、僕も柴崎選手は入ってくるだろうなと思います、はい、前線がね多分一番難しいんですけど、はい、ここは、まあ、大迫がね、はい、入りますかね、入る、うんうん、まあ僕はもう戦い方は結構はっきりしたと思ってて、実はそのドイツスペイン戦はスピード系のタイプで行く覚悟を決めたこのドイツ遠征だったんじゃないかなと思っていて、うん、はい、まあ、そのハイプレスでできる限り一人のスピード系が追い詰めていって、その中で相手の選択肢を削りながら時間を進めて、じゃあどこで勝負を仕掛けるかっていうのが多分2試合になってくると思うんですよ、はい、じゃあそのターンオーバーみたいなところとか、その勝負を決めるための一人でストライカータイプ、もうザ・ストライカータイプを置くっていうことになると、じゃあ目の前に来たチャンスを一番活かせるのは誰かって考えたら、日本には多分大迫選手以上の存在はあんまり想像できないな。でそこで結果を出してくれそうなイメージ、セットプレーのところで、確かそのワンチャンスゴール前のところ、最後のこう3バックで一気に押し込んでいった時に結果を出してくれるプレー、これ以上の存在いるかなって思うともう圧倒的に大迫選手だなって思っちゃいましたね。イメージしてるのは、はい、ドイツ戦スペイン戦は、はい、まあ、佐野だったり前田だったりがもう出てて、はい、コスタリカ戦で大迫もあるかなと、うん、かドイツ戦スペイン戦でこう、まあ、例えばもう三笘、ジョーカー三笘、その伊藤みたいな形でもうガンガン行き始める、でセンターフォワードでなんとか仕事をしてほしいみたいな、こう今までとはちょっとスピード系じゃないジョーカー起用みたいなのも浮かんでくるのかなっていう、途中出場でね、はい、そういう試合の、まあ、あの日本人から見て記憶に新しいのはこうケーヒルみたいな選手、うん、こう時間限定ではあるけどこういうところできっと仕事をしてくれるみたいな選手もちょっとあるかな、まあ、ロシア大会の本田圭佑なんかそんな感じもちょっとあった、ね、ありましたね、うん、はいはい、実際結果出した、大丈夫です、岡崎と確かにね、そういう起用法も、うん、はい、確かにスピードタイプ1本とは限らないもんね、交代カード選択肢もね。そうですね、うん、ちょっとやっぱりドイツスペイン考えると、そのハイプレスで相手の攻撃をこういかに限定して、うん、なんとか 0-0 で試合を進めたいっていうのはあると思うんで、そこはその今までの大迫選手のボールを収めて時間を作ってもらうが、やっぱドイツスペイン相手にどれぐらいこう、うん、絶大な信頼を受けるかっていうと、やっぱ難しい部分が出てくるんで、そこをこう攻撃のスピードで解決して、大迫選手にはもう結果にフォーカスしてもらうみたいなイメージが結構今回のドイツ遠征でちょっと見えてきたかなっていう気がします。このフォワード陣だと古橋選手と上田選手が落選してるんですね。そこは迷わなかった。まあ、その浅野選手のまずコンディションが読めないっていうのが大前提にはあるんですけど、うん、はい、そのまあ、今までこう浅野選手が積み上げてきた信頼であったり、まあ、あとその森保ジャパンのタスク、フォワードに求められるタスクがすごく大きいっていう話は今回のドイツ遠征でもすごくいろんな選手が言ってたんですけど、やっぱ例えば浅野選手でいうとプレッシャーかける場面だけじゃなくて、その攻撃を味方が作ってる時とそのフィニッシュの局面で自分が決めに行く動きじゃない動きがすごく多分洗練されてるんじゃないかって感じてて、例えば、ワールドカップ出場を決めたオーストラリア戦とか象徴的ですけど、はい、もうそのサイドにボールが行った時にニアで潰れる役割をもう 100% サボらないんですよ、はい、でこういうプレーをやっていくことによって、なんかこうトップ下の鎌田選手にボールが入ったりとか、
その違う選手が生きていくっていうビジョンが結構見えやすくなる、うん、でその浅野選手の、まあ、こう起用であったり序列っていうのは結構高いんじゃないかなと思ってて、でそこがなかなかコンディション的に難しいっていうことであれば、まあ、信頼できる2人をどっちか選べるんじゃないかっていうような意味合いで考えました。でもう一個は、まあ、前田選手がこの前のドイツ遠征で見せたパフォーマンスはその単なるスピードタイプじゃなくてもう一個上のスピードタイプというか、そこまで追えるのかとか、そこまで2人見ててもプレッシャーかけられるのかっていう点では、この浅野選手、古橋選手をさらに上回るそのスピードタイプとしてのこう強みを見せたかなっていう気がしたんで、まあここはちょっと置いておきたい選手だなっていうところですね。前田大然選手は、はい、こう守備の貢献度っていうのがめちゃくちゃ高いと高い思ったし、はい、分かるけど、そうすると逆にこう先発で出して、はい、もう引っ張ってもらいたい感じ。そうです、うん、はい、なんか今前のイメージだとどっちかというとスーパーサブで、はい、最後終盤出して走れみたいな感じだった、はい、そうじゃないっていう感じになった。じゃないんですよね、うん、だからそこの森保ジャパンにおいてそのジョーカーをどのポジションに入れたいかっていうと、やっぱりサイドなんだろうなっていう気がしてて、サイドで、まあ、剥がすであったりとか、その変化をつけるであったりとかっていうのはサイドのプレイヤーにやってもらって、うん、フォワードっていうのはなんともうある程度デザインされた形で、そのまあ頑張って走ってもらって決めるところは他の人も含めてフラットに誰が決めてもいいみたいな形でデザインされてるのかなっていう気が正直してます。正直バッチリ当たる可能性もあるし、何ですか、あの古橋選手だって上田選手がまあ食い込んでくる可能性も全然あるっていう感じですよね。あとまあそのちょっとこれ予防線があるわけじゃないんですけど、はい、あのここからの1ヶ月、はい、どんなパフォーマンス残せるかって攻撃の選手は特に重要だと思うんですよ。守備の選手は信頼もあるとは思うんですけど、例えばじゃあ上田綺世選手ここから連続で得点取りました、はい、じゃあこれゴール前で決める役割信頼を持った選手になったなって思われれば、もう体の強さとかこの前のドイツ遠征で見せたようにそのストライカータイプだけじゃなくて収めるっていう仕事もできてたんで、はい、そういうところで序列が変わってくる可能性も全然あるかなと。あとはまあワールドカップ のメンバー発表で言いますと、まあ、毎回か分かんないですけどこのサプライズ枠みたいなのもなんか注目されると思うんですけど、なんかサプライズ的な感じで入りそうな選手をまあ挙げていただけるとどんな感じの選手になりそうですか。細部選手入んないんだ。ブル先生来てたけど。いや言われるなと思ってました。いやカイザー。カイザー、ロールモデルカイザーってそれは言ってましたけど、まあそうですね、なんか僕の感覚からすると代表復帰打診してなかったら変なだなと思うぐらいのパフォーマンスはしてると思うんですよ。だからその代表復帰を一応こう話した上でああいう役割に落ち着いたっていう可能性もあるんじゃないかなっていうのはちょっと捨てなんかこう可能性としてですけど、知らないですけどあるのかなっていう気がします。 ああいう形で来ちゃうとね、はい、もう選手としてはきつらいよね。でその線がなくなったってはっきりしたからこそああやって来れたのかなっていう気がするんですよ。だってなんかこう変な話、そのライバルになるかもわからない人がああいう形で入ってて本大会急に来て外されましたってなったらもう、うわ確かにちょっとチームとして厳しいところがあるじゃないですか。まあね、長谷部とはいえね、とはいえやっぱり若手選手にとってはちょっとこうもう本当一人のライバルぐらいに思ってる選手も多いとは思うんで、特にドイツでやってる選手なんか普段対戦してって、うん、いかにあの3バックを崩すかっていうことを考えてる選手とかもいるとは思うんで、だから、まあ本人もそんなつもりはないと思う、うんうん、ないからこそ来たのかな、うん、それだけの思いをしてロシアを終えてるし彼はね、そうですね、今更そんなことは考えてないと、うん、1個 J リーグから、はい、
一人誰か推薦するとすると、はい、僕は間違いなくあの家長選手なんですよ。なるほど。だってもう代表ってとにかくその、はい、まあ、もちろんその若手枠みたいなのも必要だと思うんですけど、あのこう結果を出してくれるだけの信頼があるかどうかって結構大事だなと思ってて、特に J リーグだとあの、まあ、なんかやっぱレベルが合わないんじゃないかとか、そのこのレベルに入っても大丈夫なんじゃない、大丈夫なのかどうかとか、そういう多分話になってくる中で、これだけこの年になってもコンスタントに例年間違いなく結果を出してるっていうのは大きい要因になるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、推薦するとしたら家永選手サプライズ。確かにちょっと見ては見たい、見てみたい。この代表であの122人今まで日本代表呼ばれてるんですけど、そうなんですよ、そんなに森保ジャパンになってからね、はい、で家永選手はまだ呼ばれてないんで、まあ、123人目があるとすればとんでもないサプライズだろうということで、それは、はい、最大のサプライズ選考ということで、代表森保ジャパン未招集からのサプライズあるとすればここみたいな。いや、それ話題になるだろうな、はい、めちゃくちゃもし実現したら、いやちょっとそこも楽しみなところですね。なるほど。というわけで、激坂的日本代表メンバー予想はこんな感じの結果になりました。ぜひあの皆さんも、いや俺はこの選手入ってほしいみたいなとか、うん、いや俺はこっちの予想だなみたいなので、もしそういう予想とかコメントありましたら、ぜひあのどしどしコメントしていただければと思います。そして、実際のワールドカップ、実際のこのカタールワールドカップのメンバー発表は11月1日やりますので、またそちらの当日なんかいろいろやるんですかね、激坂としましても。そうだね、なんか激坂でもね、ライブ配信、ライブ配信的ななんかやりたいかなと思ってます。ぜひじゃあその動画もお楽しみにということで、はい、今回もご視聴していただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。